やあ皆さん、私は田舎町の小さな映画館。これまでたくさんの映画を上映してきた。そんな中でいくつか紹介していこう。今日紹介するのは1963年テレンス・ヤング監督の007ロシアより愛を込めて、ショーン・コネリー時代の初期007の人気作だ。それにしても007シリーズは息が長い。1962年の第一作ドクターノーから2020年公開予定のノータイムトゥーダイまで60年近くにわたって25作が作り続けられ、いまだにエンターテインメントの第一線に君臨している。それというのもショーン・コネリーが初代007ジェームズ・ボンドを務めた作品の数々に世界の人々を引きつけ、シリーズ人気の土台を築くだけの力があったからだ。その代表的な一本が第二作にあたるロシアより愛を込めて。コネリー自身もお気に入りの作品だという。悪の組織スペクターは前作で大幹部ドクター・ノーを殺したボンドへの復讐を企む。恥ずかしめて殺すだけではなく、その死をイギリスとソ連の関係悪化に利用し、さらにソ連の暗号解読機を盗み取るという強欲な作戦が立てられた。実行を任されたのがソビエト情報局の要職にありながら、その実スペクターに寝返っているローザ・クレブ。若く美しいソビエト情報員タチアナにボンドに近づくように命じる。クレブとスペクターのことなど知らぬタチアナはお国のためと信じ込んで受け入れる。タチアナからの連絡を受けたボンドは罠の匂いを感じつつもイスタンブールへ飛ぶのだった。ボンドだけでなく観客にもスペクターの計画の全体像はわからないから、次はどうなるのかというサスペンスを抱きつつ、テンポの速い展開に目を奪われてしまう。前半のイスタンブールではジプシーキャンプでの銃撃戦、真夜中の狙撃、爆薬と催涙ガスを駆使した暗号解読機奪取作戦など、アクション映画らしい派手な見せ場が揃っていて、オリエント急行に乗り込んでからは列車内のサスペンスというヒッチコック的な趣向を楽しめる。そのサスペンスが頂点に達した時のボンドと殺し屋グラントの対決は、歴代のボンド映画の中で最も充実したものの一つだろう。なお先ほどヒッチコックの名を出したが、列車を降りた後のヘリコプターに襲われるシーンはヒッチコック監督作「北北西に進路を取れ」の主人公が服用機に襲われるシーンを意識しているのは明らかだ。第一作の成功に勢いづいた作り手たちが007ものという当時は新しいエンターテインメントの世界を作ろうという意欲に駆られているので、非常に
息のいい映画になっている。キャスティングも頑張っていて、クレブを演じるロッテ・レーニャは19世紀末にウィーンで生まれ、戦前のスイスおよびベルリンの舞台でミュージカル女優として活躍し、三門オペラなどで有名な大作曲家クルト・ワイルと結婚した大ベテラン。クレブの役作りはソ連というよりナチの女監視のイメージで、ノリノリで演じているのがよくわかる。スペクターの兵士訓練場のシーン、タチアナに命令を下すシーンなど、思わず役者やのーと言いたくなる。殺し屋グラント役のロバート・ショーは当時こそあまり知られてなかったが、この後バルジ大作戦、スティング、サブウェイパニック、ジョーズ、ブラックサンデーなどで人気俳優になるのは、映画ファンはご存知の通り、前半ボンドに知られないよう付きまとう不気味な感じが恐ろしく、特に出発したオリエント急行にソ連情報局員が飛び乗った時に、ワンカットですでに乗り込んでいるのが映し出されるのはゾクッとする。ショーの不敵な顔の味を生かしきったテレンス・ヤング監督の見事な演出だ。イスタンブールでボンドを助けるケリムを演じるペドロ・アルメンダリスはメキシコ出身の名優。ルイス・ブニュエル監督、乱暴者やジョン・フォード監督、三人の名付け親などで知られる。なんとも言えないユーモアと人情味で、この映画の前半にふくよかな味わいを加えている。本作を最後にピストル自殺してしまったのが残念だ。タチアナ役のダニエラ・ビアンキはイタリアの女優でミス・ユニバースにも輝いた美女。いわゆるボンドガールの中でも根強い人気のある女優さんだ。さてこの映画、その後の奇抜な007映画、例えばダイヤモンドは永遠に、ムーンレーカーあたりと比べれば原作のストーリーを踏襲してはいる。それを考えるとショーン・コネリー時代にこの原作を使ってくれてよかったと心から思えてしまう。原作、映画ともになんだかんだ言っても色仕掛けとそれにあえて乗る男の話であって、だからこそむせ返るような色気の持ち主のコネリーがふさわしいのだ。登場シーンから誇らしげに示される胸毛、冷酷そうで色っぽい目元、口元、当時33歳のコネリーのセックスアピールたるや凄まじい。色仕掛けしたはずのタチアナが夢中になってしまうのも分かろうというものだ。悪の強い色気の塊のような主人公がいてこそ成立したスパイ映画、それがロシアより愛を込めてなのだ。ちなみに次回作ゴールドフィンガーでもボンドは敵側の女性を一人また一人と自分のものにしてしまう。ショーン・コネリーの007の最大の武器は何よりも彼自身の男なのかもしれない。最後に
ちょっとしたおまけを。この映画ではボンドが本部を訪れるとき、前作に引き続き帽子を帽子掛けに投げかける遊びが見られる。ここはよく見るとショーン・コネリー緊張して狙って投げてるように思えないか。ひょっとして何度か NG があったのかもなどと想像するのも映画を見る楽しみではないかな。さて今日のお話はこれでおしまい。次回は何を語ろうかな。それではまた会おう。